日のよろぴこ。コロナに負けないプレイボールよろぴこ。僕その時もその前の年も一応半分試合出て16本ホームラン打ってたんですよ、うんうんうん、あ、なんかやったら自分背番号22枚だったんで、はい、22本打つのが目標だったんですけど、うんうん、なんかやったら22本打てるななんて思っての96年のそのシーズン入ったんですけど、はいはい、正直僕自分の野球の技術とかなんで打てたかっていうのはその時全く考えがなかった、うん、ただもう打ったらヒットホームラン、はいはい、だから調子いい時はバーッといったんですけど9月になったらもう自分が分からなくなって、うん、ドンと落ちちゃったんです。で、その時に9月に、はい、8月の終わりに1日だけ三冠だったんですよ。1日だけ三冠だったんです。で、そっから9月、ヤブにボールデッドボール頭くらい。そっからガーッと落ちて、結局3割2分2厘になっちゃったんですよ。その時に、さすがに松井秀喜には追いつかんなって、正直言って諦めた、うん。だけど、なんかちょこ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 って言ったら、うん、ヒットはもう全然ホームランって、並んで、終えて、はい、僕も話があるんですけど、はい、最後数試合的に東京ドームでジャイアンツ戦だったんですよ。でホームラン終わらせて松井、はい、僕は39本秀樹が38本、はい、山崎勝負しろと、はい、松井秀樹と正々堂々と勝負してやれって新聞にもバーッと叩かれたんですよ、うん、それで言ったら当時赤坂プリンスかな試合前に鳥が鳴いてる鳥が鳴いてますまあこういうのもありますよねどうでしたで当時、はい、39、38で行ったら前に部屋に電話があって、はい、パッと出たら大部屋って星野さん、うん、おちょ部屋来いやって言われて、はい、って言ったら当時その日に先発野口、うんはいいたね、うちの、ねうん、沢村賞を取ったピッチャー野口がいてあれ何でいるのかなと思ったらおいお前ホームランを取りたいんかって監督と、うん、できれば取らせたいって言われて、うん、なら取らせたらお前今日野口が4打席全敬遠したると松井秀喜と勝負せんから、うん、お前絶対に打てた、はい、あっちは敵は勝負してくるから、はい、絶対に打てパンチ頑張りますって言ったら、はい、4打数0安打0安打4タコです4タコでで案の定、はい、野口は敬遠してくれて、はい、僕39、38です、うん、で仕上がってお前やべえな風呂入る前に帰ってた電話なんですよ、うん、あっかこれ絶対監督やおちょこいやちょこいや監督やって入っちゃったで監督して終了なーすって言ったら星野がバスタオル巻いて裸で、はい、こんなにそこにうわー座ってて、はい、でドアですはいんああって言ってなんか軽かったんですよはいはいはいたらムクッと立って、はい、そっからダダダダダダダ走ってきて、はい、飛び出るんですよ飛び出てガンガンガン行かれてはい、はい、お前この野郎お前って野口がどんな思いで呼んだすげえしとんだお前分かったもんかって言われてはい分かったもんすいませんもうその時は僕はやられると思ったんで、はいはい、すいませんっつってお前野口に謝れって言われてめちゃくちゃ怒られてはい、はい、裸で飛び蹴り食らってだけどもうこれは自業自得でまあ俺が悪いから仕方ないなと思ってでまあそのねホームランを取らせてもらいましたけどいやでもすごいっすよねそんなことがあってのホームラン王だったんであと追加伝説ってなんかちょっと聞いたんですけどそれって本当なんですか何ですかなんか星野さんに言われて毎日スイカ1個食べてこれ本当いやそれね違う僕じゃなくて大鵬さんなんですよあそうなんですかスイカ伝説は大鵬、はい、さんって果物が大好きで、はいはい、いつも食後にスイカ側を食べたいって言ってスイカ半分こう切るじゃないですか、うん、で半分切って半分をこうやってスプーンでバーッと食べ出すんですよ、うん、半分食べるんですよスイカ半分ですか大鵬さんすごいなと思ったら、はいったらあと半分どうしたって言うからありますよって言ったらスイカ1個食べるんですよでそれを毎日遠征先でスイカスイカって食ってたんですよである日太陽さんが
僕お腹が痛いよって言って太郎さんそんなのスイカ食いすぎですよ牛乳とか牛乳も3リッターぐらい飲むさ、うん、で僕お腹が痛いって言うんですよ日本にねいい薬があるからセイロガンって薬あるから太郎さんセイロガン飲みって言ってあ、ほんま治るのそうそうって言ったらあセイロガンって成人の大人って1回3錠飲む3錠ね太郎さん30錠飲むんですようわ1回に30錠飲む3錠って書いてあって30錠飲むんですよ本当ですよこの人おかしいなあの人はね、本当すごかったですね、食べることでも人間いいやろめちゃめちゃ最高の人でね、大砲ってねでも真面目だけにすごいムキになっちゃうあそれこそ阪神行った時に野村監督とバチバチだったんですよ僕楽天行って野村監督とね、いろいろ会があってもらった時に太郎さん呼んで太郎さん、もう昔のこと和解しろと、うん親父も何とも思ってないから、うん、親父、太郎さんの店連れてくから僕連れてったんですよ、うん、おー久しぶりやなぁ太郎さんがいや昔いろいろありましたけどすいませんでした、うん、ええー、気にせんでいいよって言われて、うん、そこで仲直りしたんですそこでいい話ですねそうなんですそれから太郎さん何回か監督のお飯食べてるの聞きましたからねそれでね、まあ、仲直りというかそれでね、なんか取り持ったことあるんですうわすごいでもあれをね、野村さんってあんまり引きずんないやろはい、来る者こんばんはまず去る者わずなんですよあそんな、そんな感じやもんな、はい、だからもう自分から言ったらもう全然許してくれなるほど、うん、ちょっとこうやって、やっぱりあの人ならねやっぱり野村監督にちょっと喋りづらいなってこうやってやるとあいつは俺から俺を避けとってくるあー、うん、まあまあまあ、ね、あの人すごいね、試合前に記者で集めダックアウトで喋っとるじゃないですか、こうやってます、はい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 、で、僕ら練習でバーって、おはようございますって出てくるじゃないですか、はい、出た時に、挨拶せずに監督の後ろを通って行く選手って何人かおるんですよ、うん、そういう人、絶対見逃さないですよ、なるほど、あいつ挨拶せんかったな、あいつ人間として終わっとんなとか言い出すんですよ、で、それを記者が聞いてるんで、記者が選手に、いや、監督こう言ってましたよ。次の日前に来て、あざーすって言って、ああ、前昨日挨拶せんかったな。まあ、それ教育やな。教育。ある面では、ね。ああ、なるほどですね。ちゃんとしなさいっていう。うん、他にもなんか、山崎さんは虎の肉を食わされたとそうなんですよ。あ、これ本当なんですか本当なんですよ。虎のね、燻製。え誰に太郎さんがこれめっちゃいい体にいいから食べろって言って当時はねあのビーフジャーキーみたいなあれを食べて僕ビーフジャーキーだと思ったんですよ、はい、だったらなんかすっごい匂いして硬くて変なもう嗅いだことがないのに、はい、太郎さんこれビーフジャーキーじゃない何これえこれ虎だよって言ってこれ体にいいから食べなとか言ってへぇプラのジャーキー食わされては台湾だっけ台風ってねそうですだから漢方好きやろなすごいんすよそういう面ではやつはラーメン10杯とか本当誰が本当です本当です誰台風さんそんな食うの台風さん一番初め入ってきた時にキャンプ行った時に夜あそこのそれこそ串間だったじゃないですかうんはいはいで串間に行った時に台風さん晩飯散々食ったら、いやまあラーメン食べに行こうって言って、タオさん、僕も食べるの自信あるから、ちょっと勝負しましょう。あ、いいよいいよとかって言って、でラーメン食ったら、ラーメンパー食ったら、ご飯散々食ってんですよ、はい。ラーメン5杯食ったんですよ。はい、で、僕もそこで、うわ、きつ、もうやべえわと思って、タオ、はい、さんが、チャーハン30。すごいっすね。嘘でしょもうラーメン5杯でもう限界だったんですよ、はい、そこからチャーハン3人前ってそこからチャーハン3人前行ったんですよで必ずあの人牛乳が好きで牛乳すっごい飲むんですよ、牛乳も3リットルぐらい飲むんですよ体強いはずやね強いですよね強いくせに早く ね, うねもう天国行っちゃったから本当ですね僕あの人が亡くなる急にやね白血病だったんですよ急性のあの人が僕ね亡くなるなんてね多分一緒にやってたメンバーなんか想像つかないですもん、うん、そうですよねあの人は絶対100歳まで生きるぞって言ってたんですからね超人だって言ってで実は太鼓さんって家族の中で一番小さかったんですよ、嘘本当弟太純っていたの知らないですかいたいたいたあれめちゃくちゃでかいですよ太純太鼓さんの妹も台湾の砲丸投げの選手でめちゃくちゃでかいらしいです僕が一番小さいって言ってましたから、ね、嘘だろって言ってでもすごいいいバッターですよねもう努力家です
一本足で、うん、そうそうですよね。大先輩だからね、あの王さんがね、うん、そうですね、うん、星野さんに逆らった選手って誰一人だって僕だけだったんですよ。サヨナラホームラン、90分の23分のサヨナラホームランの時も、お前なんか要するに絶対お前使ってないって言われて、もう俺に飛び込んでこいみたいな。でもや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 してたら、少し落ちますから。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。